はいよひげさんのお堂です、えー。皆さんお待たせしました。マキタ充電式ラジオ MR113、えー、発売しましたので早速、えー、動画にさせていただきました。今までの、えー、商品でですね、一番問い合わせが来ましたね。えっ、ー、と、お客様の方から、あのー、こんな情報知ってるかということで、あのー、ラジオの紹介を早くしろ、早くしろという問い合わせが昨日じゃんじゃになっております。 えっと、昨日全国の各営業所に一台ずつ入って、それをまあ各営業マンが持ってお店回り、僕たちみたいな販売店回って、それで、えっ、ー、と、今日あたりですかね、商品が入ってきて、弊社にも今届いたという段階でございまして、えー、まあ早速届いたので、こういった形で動画にしております。で、まだですね、入ったばっかりで営業マンさんもその詳しいその売り文句みたいなものが入ってきてないみたいで、あの、 まあ、カタログと説明書と見ての、あの、私なりのお言葉になります。なので、まあ、ちょっと至らない点があるかもしれませんが、まあ、ちょっと触り程度の情報でお伝えできればと思います。えー、カラーがですね、えっ、ー、と、右手のブルー、MR113。えー、左手がですね、MR113B、えー、ブラックの黒でございます。で、まあ、こういった二色展開でございまして、 まあ、これは黒いフレームに青の、まあ、シルバーっていう三色。で、こっちはまあ、全体的に黒にシルバーって感じですね。で、ここがですね、アルミダイキャストフレーム。えー、非常に丈夫だということですね。まあ、現場なんで、あのー、ごろっと転がす方いらっしゃるかもしれませんが、こういったので、あのー、パネル、液晶パネルですね。えー、っと、守るような作りになってます。で、ここが網。これもアルミでしょうね。まあ、こういった感じで守られております。まあ、一番、あのー、 でかい紹介を先に進めた方がいいですね。えっと、この、まず、この、まあ、右手、左手に、えー、スピーカーついている。まあ、これ当然なんですけれども、えっと、以前の MR108 っていう機種が、えー、っと、8 9ミリのスピーカーが搭載されていたんですけれども、えー、今回のスピーカーがですね、63.5mm。親小さくなったのかなって思ったんですけれども、えっと、なんとですね、よいしょ。 えっと、底面、ここにですね、えっと、もう1個、ウーファーが入っております。えー、101.6mm のウーファー搭載しまして、えー、合計3つのスピーカーが入っているという形となりました。で次にです、ね、おすすめしたい点が、えー、マイク使用可能ということで、えっと、チラシ、これですね、マイク使用可能。えー、監督さんなんかに、えー、とても便利な機能かと思います、えーまああのー。Amazon ですとか、そういった電気屋さん。 まあどこでもいいんですけれども、行ってもらえれば、この、え、えー、っと、これですね。ここにマイクさせる端子ついております。ここに挿すことで、えー、まあマイク3000円ぐらいですかね。えー、買っていただければ、あのー、そういったマイク使用が可能。えー、続いてですね、イコライザー機能搭載です。 えっとですね、ここにボタンがついてる。これを押していただいて、で今、フラットって書いてあるんですけれども、これを回していただくことで、えっと、ここのパネル、まあ、かっこよく光るんですけれども、ここを変えることによって、えー、っと、フラット、ジャズ、ポップ、ロック、クラシック、ニュース、あと、マイイコライザーということで、えー、7つの好みの音に変更できるという形でございます。えー、フラットが、えー、ホワイトですね、自然な、 え、音質を再現。え、ジャズ、ブルー、人の声の表現を強めに。え、ロック、レッド。え、低音、高音強めて、迫力ある音質が楽しめますと。まあ、きたらしい音が出るっていう言い方でよろしいですかね。え、クラシックがブラウン。え、中音、高音を強めて、柔らかく、え、爽やかな印象にしますと。え、ポップ、ピンク。テンポの良い楽曲向け、高音を抑えて聴きやすくします。え、ニュース、イエロー。低音や、 高音の、えー、背景、背景の雑音を弱め、人の声を強めます。で、マイイコライザーグリーンはですね、えー、聞き手の好みに合わせて音質をカスタマイズできますということで、えー、っと、緑色にした後はですね、えー、っと、自分なりの高音低音の、えー、っと、数値を変えられるというモードでございます。というわけで、えー、まあ、こういう、自分なりの音を楽しめるという機能がつきました。で、えー、っと、 まあなかなかすげえなと思った機能がですね、この、わかりますかねこのトゥルーワイヤレスステレオっていう商品なんですけれども、この企画なんですけれども、まあこういった形で、まあラジオを2台買えと言ってるわけですよ。2台買って、まあ今これ近いですけれども、これをもうちょっと離れた位置にして、で、えっとスマートフォンとかそういったあの端末から、 えー、こっちに左の音を飛ばす、こっちに右の音を飛ばすって形で、あの、2台それぞれ別の音を出すことができるんですね。これができます。で、さらにさらに、ここですね、すいません。えー、最大10台接続可能マルチスピーカーモードってことで、えー、っと、今この写真でもう一目でわかりますかね。えー、っと、 ま、現場に10台このラジオがあると。この新しい。で、えっと、スマートフォン1台持ってって、ま、うまーいこと繋いでくれれば、1台の端末で10台の、えー、この MR113 を鳴らすことができるというマルチスピーカー機能がついております。というわけで、まあ、あとにかくいろいろついてるわけでございます。あとは、えっと、細かいところ喋っていきましょう。 えっと、全機種 MR108 は IP64 取得してたんですけれども、えー、今回 IP65 ということで、えー、と防塵の方は6等級なんで変わらないんですけれども、えー、防,水防水機能の方、防水機能のが、防水性能かの方が4から5に上がってますんで、より水に強くなったという形ですね。 あとは、えー、っとですね、あ、もう一個面白いのがございました。えー、っとですね、これなんと、アンテナなくしたんですよ。この機械アンテナなくして、えー、っと、このハンドル。この、ちょっとごめんなさい、映んなかった。この、このハンドルの中にアンテナが入ってまして、えー、っと、FM とかを聞くときはですね、このアンテナを立てていただくことで、えー 電波で拾えるという形です。だこの辺、あの、以前の機種で折れるとかって話があったのかもしれないですね。えっ、ー、と、非常に良くなりました。まあ、こんなんだったら絶対折れないですよね。で、えっ、ー、と、あとはですね、ちょっとバタバタとすいません、こんな紹介で。えっ、ー、と、ま、音質ですね、ちょっと今、ラジオ鳴らせればいいかなと思うんですけれども。 誰かとこの居合わせた何人かのうちの大丈夫ですよみんなでキャバクラも行きますんで <laughs> 女の人がいた方がね話早い時あるから <laughs> <laughs> 何の話が早いんでしたが、ね、意外とトントン上あるから <laughs> という感じで、まあ、低音が響いた音ですねちょっとラジオの内容があれだったんですけれども、まあ、そんな感じで、えっと、非常に槙田、まあ、らしいなんかこう低音が強いような、あのー、ラジオだなという印象でございます ま、そんな感じでですね。えっと、ま、なかなか喋ってしまいましたが、MR113 という充電式、えー、現場ラジオですね。えー、ついに出ました。えっと、弊社今、3台入ってきましたね。えっと、まあ、そんな感じで、まあ、最初の方2週間ぐらいは、まあ、北さん多分ちょいちょいしか入ってこないと思うんですけれども、お話しいただければ、あのー、優先して予約して、えー、送りなど、対応していきたいと思ってます。まあ、そんなラジオでございました。えっと、 ま、入ったばっかで詳しい説明こんなもんなんですけれども、またなんかですね、面白いこのラジオに関する情報入ったら発信していきたいと思います。とりあえずまあ初日ということでこんな感じですいません。えー、ま、現場ラジオ MR113 ご紹介でございました。えー、でした、よろしくお願いします。